猟奇殺人、通り魔殺人、無差別殺人、近年多発する理由なき殺人と闇に潜む犯罪者たち。何気ない日常の中にその恐怖は存在している。まだ寒さの残る3月、その日残業を終えた私は終電で家路に着いていました。まさかあのような恐ろしい事件に巻き込まれてしまうとは、その時は思ってもいませんでした。遅くに大変申し訳ございません。目黒南署の者ですが、少々お話よろしいでしょうか。はい。どうも。刑事部捜査一課の山下と申します。すみません、こんな時間に。実はですね、つい先ほどこの近くで事件があったんですよ。事件？ええ、捜査中なので詳しいお話はできないんですが、女性の方が一人通り魔に。それで犯人はまだこの界隈に潜んでいる可能性が高いんです。このまま野放しにしておくと次の犠牲者が出かねませんので、こうしてご迷惑を顧みず目撃情報を探しております。それで不審な人物を見かけたりしませんでしたか？いえ、特に。どんな小さな情報でもいいんです。あ、何か？そういえば怪しい男に出くわしました。それはいつ頃ですか？1時半くらいだったと。場所は？すぐ前の通りのあの工事現場のあたりです。仕事帰りで歩いていたら男が前からいきなりぶつかってきて走って逃げていきました。どんな男でしたか？確か黒い服にジーパンだったような。あ、それとニット帽。顔は見ましたか？顔は。すいません、覚えてません。というか顔を見てないんです。あ、でも若めの男だったと思います。そうですか。申し訳ありません、お役に立てず。とんでもないです。犯人の逃走経路が分かっただけでも十分です。ご協力ありがとうございました。念のために戸締まりはしっかりしておいてください。では失礼します。ご苦労様です。
人来てなかった？ああ、刑事さん。刑事？うん、近所で通り魔事件があったんだって。それで聞き込みに。じゃあまだ捕まってないの？そうらしい、うん、まだ近くにいるかもしれないんだってさ。怖いわね。早く捕まってくれるといいけどな。明日も早いんでしょ？早く休んだら。行ってきます。行ってらっしゃい。おはようございます。あ、大月さん、おはようございます。何かあったんですか？昨日の事件知ってます？あ、通り魔の。ここに住んでる男が犯人だったらしいんですよ。え？それで今警察が入ってきました。なんか無職の引きこもりだったみたいで、ちょっとおかしいんじゃないかって。近所だ結構有名だったらしいんですよ。大月さんご存知でした？あ、いえ全然。私も知らなかったんですけど、こんな近所に3人もの人殺した殺人鬼がいたなんてね。3人 ?1 人じゃないんですか？3人ですよ、3人。1人殺した後、もう2人殺してるんです。事件の目撃者を。聞いたところによると、一晩中ずっと探し回ってたらしいですよ。あ、来た来た。後から考えると、刑事があんな夜遅くに、それも一人でやってくることはありえないことでした。もしあそこで顔を見たなどと言っていたら、私は今頃どうなっていたのでしょうか。